はい、皆さんどうもこんにちは。ゆうくん鉄道チャンネルのゆうです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ただいまですね、ここは大阪空港駅に行っておりますね。今回はですね、沖縄に行ってまいります。今回私が乗る飛行機は JAL の2081便というのを持って、沖縄まで行ってこうかなと思います。かなり自分飛行機に乗るの初めてなので、なんか飛ぶ瞬間、離陸時とか着陸時なんかどんな感じなのかあんまちょっと分からなかったですよね。自分は離陸時がなんかちょっと寄ったっていうような感じなんですけど、寄ったのは一瞬だけでした。飛んでる途中はもう全然大丈夫だったのでね。しばらくこの景色をご覧ください。どうぞ。やっぱここの飛行機の角度が変わった瞬間と、なんか飛行機斜めになってるところが一番ちょっと酔いましたね。ちょっとこれやべえと思いました。なんかジェットコースターみたいな感じでしたね、これは。そして飛行機は、どんどん上に上がり、雲を貫通して、太陽がようやく見えました。今回ちょっと曇りだったのでね。ここで一番上を飛んでるかなって思ってたら、もう一つ雲の上を越えて、もうさらにもう真上はもう雲ないですね。もう真下しかありませんでした。でもこれ高度1万2000メートルぐらいありました。だいたい地面から飛んでるところまで10キロもあるっていうことですね。これ意外と飛んでるなって思いました、自分で。ほんまにそれいけアンパンマン。そして私はアンパンマンを見た後に少し寝たんですけど、起きたら残り30分ぐらいで沖縄に着くということで、ちょっと高度も下がってきました。多分あそこに見える島がおそらく目的地の沖縄県だと思います。そろそろ那覇空港に到着です。だいたい大阪から沖縄まではだいたい2時間ぐらいで着きますね、飛行機は。だいぶ早いですね、これは。本当に早いね。着陸の時なんですけど、離陸の時みたいに酔うかなって思ってたら全然酔いませんでしたね。逆にドーンっていう音が鳴ってめちゃめちゃ面白かったです。はい、ということで那覇空港に到着しました。そしてここからバスに乗り、琉球の館で、昼ご飯を食べ、ひめゆり記念資料館と平和記念公園に行き、そしてホテルに到着しました。一泊目はダブルツリーバイヒルトン那覇首里城というところのホテルに、泊まらせていただきます。中身は部屋はこんな感じです。今回は撮影禁止場所のところが多かったので動画は短くなるんですが、2日目3日目4日目はおそらく、1日目より、長い動画になると思います。ということで今回はここまでで、それじゃあおやすみなさい。